皆さんお疲れ様です。スターライドと申します。今回はですね、まあ一応ガチャが来ておりますので、まあこちらのですね、暁の超2歳ですかねの、まあ、ガチャが来てるわけなんですけれども、この辺がね、暁キャラのまあサポート的な、役割を担う、ヤヒコ、まあ長門が一応、実装されておるというところと、まあ一応ね、この長あのこの星6の今出てる、ピックアップされてる長門は一応持っておるわけなんですけども、まあジライアも一応入っておるというわけで、まあちょっと今回はねこれをまあ引いていこうというんですけれども、とはいえちょっと石の都合上どうしてもね 10連というか、まあ1回しか引けないんで、まあまあってとこなんですけど、まあ30個でまあ引けるんで、で2回目は40個で引けるんですけれども、まあ2回目まではちょっと行くかどうかまではちょっとわからないんですけど、まあこのどっちかでも手に入れたら、そうですね、もうペインもちょっと欲しいかな、欲しいなというところにもまあもちろんなってくるんで、そうですね、狙っていきたいなと思います。まあまあ行きましょう。はい、さあ、虹タップですか。はい、では行きましょう。1枚目、はい、2枚目、確定枠で、はいこのジライアね、もう懐かしいっすね。もうだいぶ初期のやつですよね、あれもね。あ、でも最初の方結構使ってましたね。なんかバフかけれるジライアと思うんですけど、まあまあ今更って感じですよねさすがに。最後ですかね、次が。はい、あ、違いましたね、ごめんなさい。これが最後ですね。全然ダメですねこれ。はい、はい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 、まあまあ出ましたねこれ。もうほんまねまあまあ残念ですね。仕方ないですけどね。まあそうですね。あ、ちょっと行ったんだな。まあ一種もね、まあイベントとか来てるんで、まだちょっと貯めれるっていうところもありますし、まあちょくちょくと、まだ貯めていけるんで、まあまあ早い段階では貯めていけるとは思うんですけれども、やっぱどうなんですかね。皆さん引きましたかこちら。まあちょっと自分はちょっと、引いてしまったんですけど、でもこれジライアがね、自分は結構この派の編成で行く都合上、こいつがおるっていうところは、味方におる分には結構やっぱり、心強いところがあるんで、欲しいなと思ってるんですけども、まあまあかすりもせず、まあかすったか、かすったってかすってはないですね。まあ地雷当たったんですけど、まあ、かすりもせずというところで、まあ残念でしたね。はい。あとですね、まあ前回ぐらいにも言ったと思うんですけども、まあちょっと立て続けで申し訳ないんですけど、フレンドさんの枠はまた、実は空きまして、まあ今のところは、まあ1名様もしくは2名様ぐらいになるんですけれども、またよろしければ、今ちょっといただいてる方々、一応6ってなってるんですけど、まあ申請いただきまして、本当ありがとうございます。多分動画見ていただいて、申請いただいたんやとは思うんですけれども、まあ自分、いやね、まあ、告知してないときはあんまり来ないんで、多分そうやと思うんですけど、まあ、前から言ってるのにくどいようですけれども、はい、すいませんけど、お願いします。はい。まあ、もしよろしければ、まだ申請いただいてない方、いらっしゃいましたら、いただければ、まあ、ちょっと先着順には、なるとは思うんですけれども、よろしくお願いします。はい。というわけで、まあ、ラーメンの、今月いっぱいまで使えるラーメンもイベントも、まあ、今やってるわけなんですけども、まあ、その辺もね、やっぱり、なんすかね、ランクチャレンジでしたっけ、が、追加されて、自分はもう、全然特攻がね、誰や、特攻ですよね、そうそう、この、あれ、名前が出てこんすね。名前が出てこんす。すいません。しか、いけないんで、今、要は24倍、だけなんですけど、まあ、それでも、一応は、2階に一遍ラーメンもらえるっていうのは、まあちょっとね、溜まるスピードとしてはだいぶ遅いんですけど、まあ減ることはないっていう感じなんで、周回してても。ある程度やっぱり、こっから、まああと1日と16時間ですけども、まあもうちょっとだけ溜めていきたいなと思っております。ちょっと名前が全然思い出せないです。
すいません。ちょっと見ていきましょうか。ごめんなさいね。後でやれやって話なんですけども。もうちょっと上やったかな。属性すら覚えておらんというところで、地属性やったっすかね。いいんですよね。ああ、そうそうそう、サムイさん。そう。もう今思い出してました。はい。しか持ってないんで、特攻が。まあ、辛いところではあるんですけれども、まあまあ、ぼちぼちやっていこうかなと、思っております。はい。というわけで、まあ、今回はガチャとちょっとだけ、喋ってと、感じで、行ってまいりましたけども、この辺で、動画の方は締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。